グリトニル。それは準惑星冥王星の外宇宙側に浮かぶ軍事基地である。ここには太陽系外に出るための長距離ワープ施設がある。グリトニルはかつてバイドの襲撃に遭い放棄されたままになっていた。それを奪還したのが若き英雄と今も語り継がれる。現在この基地はグランゼーラ革命軍の本拠地となっている。そして革命軍の司令官はキースン大将である。ここより先に人が住める星はない。グリトニルを陥落させればこの戦争は終わるはずだ。その時副官であるマッケラン中尉が本作戦の作戦名を尋ねてきた。周囲の乗組員たちは私の答えを待っている。私作戦名を苦いチョコレート作戦にするよう指示した。副官がオペレーションビターチョコレートと復唱した。乗組員たちからはしらけた雰囲気とはっきりとした失望感が伝わってきた。とにかく作戦名がオペレーションビターチョコレートに決まった。この作戦ではグリトニルの入り口を確保する必要がある。占領、我ながらいい作戦名だと思う。ここにオペレーションビ提督、戦艦作戦ポイント。
認しました。
Thank you.
連続。
しました。
作戦ポイントを鎮圧。グリトニルの宇宙港入り口に取り付くことができた。この時点で敵が急戦を持ちかけてくるかとも思っていたが、敵軍の指揮をしているキースン大将は徹底抗戦するつもりらしい。できれば以上人類同士の戦いはしたくない。乗組員たちはとても高揚して突入の準備をしている。機体の整備にも余念がない。そんな中、副官のマッケラン中尉も顔を紅潮させ、私に何か伝えたそうな顔つきで近づいてきた。私は内心では中尉のことをとても信頼し当てにしている。ただ今は作戦も佳境に入っている。じっくり話したいのを我慢し、激励の言葉だけをかけ持ち場に戻らせた。窓の外を見ると、視界には無数の星や氷が飛び込んできた。それらはまるで宝石箱をひっくり返したように広がり、その輝きは吸い込まれるほどの魅力と迫力を持って私提督